心不全で亡くなった元横綱明物さんとの思い出を語りました今日は毎年7月に開催される名古屋場所を担当する出羽の海親方らが愛知県の大村知事を表敬訪問建て替えのため現在の愛知県体育館での開催が今年で最後となる名古屋場所の準備状況などを伝えました。 その後、出羽の海親方は、元横綱のあけぼの太郎さんの訃報について取材に応じ、現役時代の思い出を語りました。全然相撲になりませんでした、ポンポンと突っ張られて、<laughs> 突っ張られて <laughs> った思い、もういっぺんに持ってかれた <laughs> っ私よりも年下で,ですが、横綱でしたけれども、私に対しても、えー、気遣いをしてくれる、まあ、優しい力士でした。